はい、どうもみなさん、こんにちは。えーと、本日もですね、えーと、登録者100万人超えたチャンネルのですね、収益がどれぐらいあるのか予想していきたいと思います。ということですね。この企画ももう本当は、えーと、日曜日に終わる予定だったんですけども、終わらねえじゃないか、ということで,ですね。もう何しかも終わらすだけですね、この企画もね。本当に。<laughs> はい。もうこんだけチャンネルあるんかと思ってますけどもね。はい。 まあ軽く、えー、と説明だけしておきましょうかね。今日はですね、レオールオフィシャルっていうお呼びするんですかね。間違えてたら申し訳ないです。ごめんなさい。えっ、ー、と、それではちょ,ちょっと軽くね、説明だけしていきますね。これ概要欄の説明ですけどね。w ィ l l y 2 come to レオールオフィシャルチャンネル。えっ、ー、と、このサイトですかね。で、1993年11月。 生まれていうことですああということはもうスボハミコンよりも後に生まれてるってことですねシンガーソングライター自身のアーティスト活動全般をセルフプロデュースするマルチクリエイター2010年頃よりインターネットを通じ音楽制作を始める2015年、えー、レオール名義で、えー、アルバム国際色をリリースこの年のオリコン新人アーティストランキングで4位に選ばれる2016年3人組ユニットレオールとして で活動を開始あっということは3人ということですかアルバムこれ読めませんは <laughs> オリコン初登場8位を獲得2017年10月ラストライブ最終学賞かな修学賞を持ってレオルを解散あっ解散されたのマジですか十八、えー、18年10月にはファーストアフルアルの事実上をリリースアルバム発売後には 国内5都市アジア4都市でツアーを開催。前期1 9年3月にリリースした文明 EP は iTunes 総合チャート1位、オリコン初登場7位と自身、えー、最高位を記録。7月24日、ニューシングル「幽霊罪を配信リリースしたばかりということですね。これは何なんですかね。 うんちょっと、造語なんかちょっとわかんないですよ。あと、ツイッターと、ツイッターと、これは、うんオフィシャルツイッターとツイッターかなで、インスタグラムですかね。はい、それではですね。えー、っとあ、これでも、あの、この方はちょっと簡単に説明しますけども、もう、あの、曲の、あの、プロモーションの、を、えー、YouTube でアップされてるって感じですね。プロモーション見てみよう もうねあの私は口酸っぱく言ってるんですけどもあの音楽と YouTube っていうのは相性がよくてもう音楽っていうよりもそういう映画とか音楽とかもそういうのに対して本当に相性がよくて両方ウィンウィンっていうかねあの例えばここで、えー、と音楽をね聴く場をあの作ってもらってるんでみんなに聞いてもらうんでそれで聞いてもらって音楽をダウンロードしてもらうとか。 もう相乗効果なんですよそれで YouTube もこう見られて再生回数も上がるしっていうことでお互いも YouTube も再生回数上がるしっていう、まあ、両方とってうプラスだと思ってめちゃくちゃ相性がいいですよねもう次いきますね音,音楽のアーティストさんらしいんですはい私もあの聞かせてもらってたけどいい曲ばっかりですということでえーっと早速いきますねはいここからもう皆さん見られてるんですかねであのー ちょっといきますねあの皆さん、バーってシバーあの移動されてるみたいなんで、動画総数が87本で、登録者数が105万人、えー、動画数1億1 0 0万、10万、100万、1000万、1億、4億再生ですね。まあ、これね、4億再生で、この87本で4億再生って本当すごいんですよ。で、国が日本のチャンネルタイプミュージック、2010年、えュ、ー、純、えュ、ー、純でしょ え ?3 月違う。まあ違う3月だから。あ、純が6月か。純、ああ、なるほどね。純 <laughs> なんて使ったことないからね。ということで、6月7日っていうことですね。えー、っと。えー、そしたらば、ちょっとわからないですね。で、えー、っと、これが、登録者数全世界ランキング1 5 9百2で、動画、総称回数の前世界ランキング8632。これも高いですよ。 で、から、日本ランキングが197位の無意識ランキング2 6 7 2で、これが、え1ヶ月の、登録者数の1ヶ月の、そう、再生回数。えー、そうですね、再生回数ですね。これも全然安定して高いっていうのと、ここがちょっとなんか、あれですね。これなんか、ここら辺とここら辺と、ちょっとち、なんか、どうなんですかちょっと波が違ってますけどもね。で、月収と年収ですね。で、え2万人1ヶ月で登録者数増えてるっていうことですね。こっちが、えー えここは100ですから、1000万再生1ヶ月でされてるっていうことですね。で、これ月収年収ですね。えぇ、2600ですか。だから、20万から、えぇ、4万再生、4万ドルだから、400万の間,の間っていうことですね。えっと、こっち年収ですけども、1000万えぇ、3万再生ですか ?1000 万だから、3万再生、3万ドル、3万ドルだから、313万から、えぇ、1000万、10万、50万ドルだから、 5000万ということですかね。はい。えー、っと、まあ、ここ行きましょうか。えー、79ドルだから、えー、っと、7900円から1300ドルだから、13万の間っていうことですかね。えー、っと、やっぱ芸能人ですから、えー、っと、最初がめちゃくちゃ再生されてるんで落ち着いてるんで、またフィーバーしてますね。で、最近もフィーバーあのしてるっていうか、 再生回数がは跳ね出してきてますよね。ここに何かあったんでしょうね。で、ほら、最初からこうなるでしょう。これも芸能人のね、特徴ですね。で、ここに、ここ何かあったんでしょうね。あと分わからない。最近でも再生回数がちょっと跳ね出してるって感じですかね。はい。えー、以上になります。次はですね、ブリッドチャンネルをやっていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。それではですね、また原作に引っかか,かることを心りお待ち申し上げて。 おります。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。